皆さんこんばんみ。今夜中の8時だって。あ、違う、夜中の12時8分。ね、もう子供たちが寝たから、久しぶりにネイルしようと思って、私これから話しながらネイルしますけど、ネイルはプロじゃないから、学校で習ったから、まあ一応ライセンスもあるからプロなんだけどね。でも私がさ、学校でネイル習ったの1時間しかなかったの。だから何、アマチュアっていうの。だからさ、ネイルやってる方厳しく見ないで、これを参考にしないでください。超ひどいわけじゃないけど、参考にしないで。今この私の時間は、私を、自分自身をトリートするための時間なの。だからやり方が違うとか順番が違うとかジャッジはしてほしくなくって、私は自分のための今時間を過ごすためにネイルをするんですね。で、私がこうボロ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 話しながらやるじゃん、夜中に。それを皆さんと会話してるみたいな感じでやろうかなみたいな。それちょっとさ、長い間ネイルしてなかったからちょっとやり方忘れちゃった。ここに、あ、これからやるのはとりあえずジェルネイルです。これ多分指突っ込むとこうやって LED になるんだけど、多分質問で聞かれると思うから、これはアメリカのアマゾンで買いました。で、私のネイルやってるお友達のおすすめのやつはジェリッシュと、あとあれどこ行った、 CND っていう、これがジェリッシュ CND、 この2つのブランドがネイルしてるとおすすめらしいけど、でもやっぱり日本のジェルネイルのブランドが一番いいらしいよ。ネイル自分でやり始めたのは、ほら、アメリカのネイルサロンって日本に比べてちょっと安いと思うの。ジェルセットで州によるんだけど、ニュージャージーはジェルを全部ね指つけてもらって35ドルとかだったかな、30ドル35ドルとかだったかな。で、バージニアは25から30ドルぐらいらしいんですよ。なんだけど、要はさ、ティップあげるじゃん。で、大体まあ5ドルでいい時、ものすっごいいい、やべえ、すっげえ超上手とかいう時とか10ドルとかあげてたけど、普段大体まあ5ドルぐらい、5ドル、7ドルぐらいをティップであげてたのね。でさ、その後さ、なんだかんださ、それでネイル、毎3週から4週間の間に変えなきゃいけないじゃん。で、そうやって考えるとさ、要は毎月ネイルに50ドルぐらい、日本円で5000円ぐらいかかってるわけじゃん。で、それを考えると、自分でね、やっちゃった方がいいやんっていうね。プラスさ、自分の爪ってこうやっていつも自分で見てるわけじゃない。で、そうするとさ、あ、こここうして欲しかったみたいのがだんだんこう出てくるわけで、そんな思うんだったら自分でやるよみたいな。で、凝ったこととかはできないよ。もう本当に一色、デザインとかはしないけど一色だけみたいな感じだけどね。日本すごい超ネイルのデザインいろいろあって、技術ある人もいっぱいいてさ、すごい楽しいと思うけど、アメリカは結構サロンによってはデザインはできませんとかそういうところも多いのね。本当に一色しかやりませんみたいなところ多くって、いやー、子供起きませんように。こういうのやり始めて起きんだよね。起きませんよね、マジで。エディソンとかがさ、ウィーとか言ってさ、起きたな、もうやだよ、ほんと。そう、キューティクルは、ないようであります。
爪にねくっついてんのよ。だからそれを取ってジェルを上につけてあげることで長持ちするね。何話す？この間この間ちょっとあったことをお話ししようかな。あのね、うちさアパートに住んでるじゃない。で、あのね、キャムロンお友達ができたんだけど、下の階に住んでるのよ。この真下、うちの家の真下にお友達が住んでるのね、キャムロンの。それでさ、かわいいんだよ。あの子たちベランダに行って、ヘイ、ヘイとか言って言うわけ。夕方とか家から帰ってきて、ヘイとか言っちゃう。でそうするとさ、えいって帰ってくるわけよ、ベランダの下の方から。そこでベランダで会話してんの。超かわいいでしょ。もうだからさ、近所さんもさ、子供たちが会話してるの全部聞こえてるんだけど、そう、それでね、まあだからさ、近所にキャムロンのお友達が住んでるわけよ。で、そこのキャムロンのお友達のお姉ちゃんなんだけど、あの子何歳だ、多分小学校3年生ぐらいなんだけどね。この間まあ、子供たち帰ってくるじゃん、一気に同時に帰ってくるじゃん。で迎え行ったのよね、私で。そしたらそこのキャムロンのお友達のお姉ちゃんが私のとこ来たわけで、今日は人生で最悪、一番最悪の日だったとか言ってきたの。もういかにも話聞いてくれるみたいな感じで、どうしたのって言ったわけ。どうしたのって言って、したら、そのクラスの男の子になんか意地悪なこと言われたみたいな。でそれにプラス、うわ、なんて言ったんだっけ、クラスの男の子一人、決まった男の子になんか嫌なこと言われてみたいな。であともう一個なんかあったんだよな、忘れちゃった。ちょっと先週の話なんだよ。そうそう、で、まあ、言われたって言ってたわけで、なんでね、なんかすっげえなんか嫌なこと言われたんだよな。そのクラスの男の子に嫌なこと言われて、あと他にもなんかこう嫌なこと言われたらしいの、その子ね、その日で。ああ最悪だった今日みたいな感じだったわけよ。だからさ、まあその男の子が彼女にね、そう嫌なこと言ってきたっていうことは、まあ彼女のこと好きな確率があるわけじゃんか。若いじゃん、そういうさ、子供ってさ、だいたいそういうパターンが多いわけよ。なんか男の子がね、その子可愛いから、男の子がさ、こうその子に対して嫌なこと言ってくるっていうのは、やっぱり好きな、その子のこと好きな可能性があるわけじゃん。でそれにプラス、多分嫌なこと他に言われたって言ってたのは、多分、同性のその、ま、女の子がなんかその子に対して嫌なこと言ってきたみたいな感じだったと思うんだよ、雰囲気的に。もう忘れちゃったんだけど。んでそれはさ、その子にさ、多分その男の子はあんたのこと好きで言ってるからあんま気にしなくていいと思うよっつって、でその女の子が嫌味を言ってきたっていうのは、その大体ね、悪口言ってくるっていうのはあれよ、その言われてる側はさ、何も問題ないわけね、何も問題ないよ。言ってくる側に問題があるから、その私生活の問題であろうが、家族の問題とかさ、何でもいいけど、それで悪口言ってきてるんだよね、その子に対して。それはあんたに何の問題もないから何も気にしなくていいんだよ、その言ってる人自身に問題があるから、あんたは全然、あなたはあなたそのままで、あなたはあなたそのままでいていいんだからね、みたいな感じで言ったわけ。そしたらね、ストンとなんかね、ストンとした顔してたから。でもさ、そういうなんていうの、小学生ってわからないじゃない、そういう嫌なことがあるともう全てが嫌になったりとかするじゃんか。中学生とかも、多分高校生とかもそうだけど、それでさ、学校行きたくないとか言うね、言ったらもったいないじゃない。
だってさ、その人たちの問題はないよ。その言ってる側の問題があるからね。だからいじめにあってる人とか全然考えなくていい。もうね、言ってる側に問題があるからね。あんまりね、私何したんだろうとかさ、そんな思わなくていいの。自分そんな思わなくていい。大体そうなんだよ。で、よく掘っていくと、なんか例えばそこのさ、意地悪言ってきたガマのお家の、例えばこう夫婦関係が良くなくって、それが子供に影響しててみたいな。で、子供が学校でこう、なんていうの、そのさ、埋まってないところを埋めようとして、こう例えばこう、お前足遅いんだよとか言ってさ、その言われてるのがふんってなるじゃん。で、それがすごい気持ちよく感じてしまう。で、そのさ、家であるこういう問題とかの寂しいなって思ってる部分をそういう気持ちで埋めようとするみたいな。そう、まあ大体そういう流れよね、大体が。そういういじめてくる人とか悪口言ってくる人っていうのは、YouTube でも同じよ。ネガティブなこと言ってくる人とか、なんか洗いさらい、なんかこう足すくってやるみたいな感じで言ってくる人とか中にはね、いると思うけど、そういう人は大体そうなんですよ。自分に問題がある。あ、そうだ、一番初めにさ、ベースコートを今キューティクルクリーンしたじゃん。で、アルコールで今きれいにしたじゃん。したらベースコート塗るんだ。このね、 CND のベースコートを塗っていくんだよ。なんでかわかんないけど、小指から始めるって教わったんですわ、学校のいる時。なんでだろうね、やりやすいからかな。私のネイルの友達が言ってたけど、ベースコートをちゃんと高くていいやつ買えばネイルは長持ちするんだって。あとトップコートも大事って言ってた。そのさ、さっきの話に戻りますけど、そういうさ、悪口言ってくる人さ、自分がなんで悪口言ってるか気づいてないからね、一番初めにね。わかりますか、これ。変だよね。そのさ、例えばその悪口言って嫌な気持ちにさせてやろうで、イエーイって感じてる人って、自分に問題があるって分かってないわけ。やばいよ、そのサークル、やばいよ。気づかないとね。学生のとこ時に起こることなんて、やっぱりなんていうのかな、子供の時のトラウマとかってさ、一生ものになるじゃんかね。だから子供の時に起きたことって、どんなに今考えたらね、小さかったこととかでも、やっぱりその子供の時に感じた、なんていうの、嫌だった気持ちとかってさ、一生こう感じるんよ。なんだそんな小さいことって言われちゃうのも嫌な人いると思うの。なんていうの、そんなことで悩むんじゃないよみたいな。意味わかるかな。あんまり考えすぎないでとか言われても、いやみたいなさ、その言われた側ってか、やられた側っていうかさ、まあさ、そんな簡単な問題じゃないんだけどって感じでしょ。だよね、そうだよね。難しいよね、この問題はね。私 YouTube やってるからさ、こう見てくれてる人 いるわけじゃないに届いてほしいわけ。なんか例えばそれが自分に起きてたりとか、自分の友達に起きてたりとか、自分の子供に起きてたりとか、自分の姪に起きたりとか、起きてたりとか、そういうこととかあれば言ってあげてほしいの。今こうやってちょっとこれ取るね、乾いてきたから。ちょっとゴミ捨ててこようかな。
うん、ここに置こう。 OK。 何色にしようかな。ちょっと正座してるから足しびれてきた。赤、赤と思う。それかあのね、ブラウンがあるわけよ。かわいいよね、茶色かわいいよね。茶色とゴールド、前やったことあるんだけど、茶色とゴールドにしようかな。茶色とゴールドみたいな。それか、全部赤もかわいいよね。全部赤にしようか。飽きるかな。ゴールドかわいいんだよ。赤とゴールドにしよう。組み合わせ変って思った人、まあ変なら変でいいじゃん。そう、皆さんこうやって喋ってたらちょっとカメラが切れたよ。だからさ、私が言いたいのはですね、あの、私 YouTube あるからいろんな人に届くようになってるじゃんか。だからさ、こうやってただね、爪を塗ってるのを見せたいんじゃないのよ。なんかそういうね、気持ちになってる人とかの気持ちがさ、こうハッて楽になったりとかしたら最高じゃん。こうやって爪のさ、こうやって爪やりながら私が喋ってて、ね、それぼーっと見てる人とかにさ、そうやって、え、そっか、そうやって考えればいいんだとかって思えばさ、それはそれでいいじゃん。だからさ、そうやってさ、もし例えばさ、身近にそういう人があったら言ってあげて言ってあげて。もう、ね、学生の頃に起きることっていうのは、それがね、あの、人生の全てじゃないしね。だいたいそうやって悪口言ってくる人とかってね、学生の時に自分イケてるって思ってるかもしれないけど、その時だけですから。ね、高校卒業するとね、高校時代イケてた人とかね、だいたい結構関係なくなるのよ。ほんとその高校時代だけだから。高校時代にこうオタクでこうあんまり話さなかった人とかが大人になった時に大学行って、あの、なんだっけ、あの、 IT 勉強して、で、私ぐらいの年になるとすっげえお金稼いでるとか、そういう感じのパターンになるわけ、大体。だからね、あれですよ、今ワンレイヤーしたやん、スリーレイヤーぐらいやりたいわけよ。私これ塗るの綺麗じゃないから言っときますけど言っときますけど綺麗じゃないし、あとこれ薄く塗らなきゃいけないのに厚く塗ったりとかするから結構ガタガタになったりとかしてますけど、ナードのあのおたくさんとかがね、超稼いで、なんか10年後あって、へー、イケてるみたいな感じになってすんのよ。だからね、学生の時にね、なんかこう、あー、いつ本当ムカつくって思っても、その人はその人の人生で、そうやって生きていけばいいし、自分は自分の人生で生きていけばいいみたいな感じで、こう、で、あの、何、分けてさ、分けて、もう家帰って、あ、もう嫌だ嫌だ嫌だ、こんなこと言われた、あんなこと言われたっていうよりか、もう、そんなこと言ってるけど、それは彼女の問題だって。なわけだし、私には何も関係ないし、なんか彼女は彼女の人生を歩んでもらって、私は私の人生で歩んでもらって、私は私でハッピーだしみたいな感覚で、あ、可愛いんじゃない、あの、行けばね、あの、人生楽だと思うんだよ。あんまり考えすぎないでさ、もっとね、こう自分の身に起きてることすごい大事だけど、外にパッて目を開いて見てみると、何も私が考えてたことなんて、なんかもうこれっぽっちもないじゃんみたいな感じになるよ。カナダのさ、ナイアガラの滝見に行った時に、ものすごいさ、滝が勢いよくこう目の前で流れていくわけ。それ見てた時に、
ああもうなんか自分の人生の中でこうちょっと気になることとか悩みとかあるじゃんか、うん、どってことないんだなって思うよね、ああいう大自然見るとね。ブラウンにする。今こう赤終わったの3コート3レイヤーしたんだけどガタガタしてます。はい、まあいいさ結構ガタってるわでもこれとの組み合わせ可愛くない、この腕のさ。 OK、 こっちはじゃあいやゴールドでいこうね。このゴールド可愛いのよ。色気になった方はあの下の方載せとくね、何色、名前、詳細欄のところに名前載せとくね。私さ、自分にネイルするならまあまあいいけど、人にネイルするのは絶対無理だね。メイクとか編み物とかさ、なんかそういうのはすっごい器用なんだけど、これに関しては全然私器用じゃないわけなんでなんだろうかね。同じ分野系だけどね、全然器用じゃないわけ。私これは人にできないよ。ネイルやる人すごいよな、ほんと超さ細かいじゃない、あのデザインとかするとき全然下手よ。なんかすっげえムラになってし、なんかちょっとゴミ入ってねみたいななんか繊維入ってねみたいな。ねえ、私30秒で設定してる？60秒じゃないかったっけ。まあいいやあと何話すの皆さん、この夜だから。日中は話さないこと話したくなるかも。私ちょっとさ、私のさ日本のさ車の免許がいつ更新だっけってずっとこう自分にさ質問してるわけよ。で、自分の日本のドライバーライセンスどこ置いたっけっていうのを自分にこう質問してるわけよね。だからそのさ更新の日程をちょっと見ないと、いつ更新しなきゃいけない。だって切れたらさあれじゃない、また1から取り行かなきゃいけない、すごい大変じゃない。だからそれまでにはちょっと もう一回日本帰んないとだよね。アメリカ引っ越してきてからもう一回しか日本帰ってないですから、私ほんとそろそろ帰ってさ、帰りたいよね、ちょっと。でさ、私の地元のさ長岡花火見てさ、ねえ、うちの旦那見たことないの、信じられないでしょ。私あそこ出身なの、うちの旦那長岡花火見たことないよ。っていうのも、私が彼と付き合ってた時、あとまあ結婚した時もそうだけど、日本行った時は大体うちの旦那船に乗ってたから、夏大体船に乗って行っちゃってたからね、連れて帰れなかったんだよね。で子供が生まれて、子供に見せてあげたいじゃない、あの花火。だから帰りたいんよ。あれ何回やったっけこれ、2回だよね。まあいいや、まあいいや、ちょっと薄くね、薄くやらないとね。ゴールドかわいい、夏もいけるけど冬もいけるカラーだよね。そしたら最後にこのトップコートを塗りますよ。ただ最後にトップコート終わったから、最後にこのアルコールなんだけど、 70% のアルコールね、をそしてこの表面をお掃除するのね。今ちょっとベタつって感じになってるの、表面が。だからこれでちょっと色取れちゃったけど、掃除しておしまい。でこれから手洗ってきてハンドクリームつけておしまい。そしたらこれは
アルコールで消毒してあげて、できました。こんな、こう、こうやって見ると綺麗なんだよね。テープサイクや、なんか文句ある？なんも文句ないよね。こういうとこ大型よね、私。雑、本当に。まあでもね、音も表が綺麗だからいいでしょ。このね、あの台っていうの、イートってやつ、1年ぐらい前に、もっと前か、すっごい昔に買ったんだよ。作ろうと思って買って、でずーっとやってなくて、ここ引っ越してきた時もこのまま持ってきて、でやっとほんと数週間前ぐらいに布、この布買ってやらなきゃと思って、それでやっとできたやつ。かわいいでしょ。これはそうだな、ちょっとここら辺につけようと思います。